2月のニューヨーク連銀製造業景気指数は、前の月から3.8ポイント上昇の3.1で、市場予想を大きく下回りました。指数が1年7ヶ月ぶりにマイナスに転じた1月から持ち直した形ですが、依然として低い水準です。項目別では販売価格が過去最高の数値をつけたほか、支払い価格も高い水準を維持していて、 インフレが引き続き大きな重しとなっていることが示されました。